ミッチありがとうそういやなんかそのまだ公開したばっかりでまだ一回もねあれしてその発表パフォーマンスしたわけじゃないので全部はお話できないんですけどそう明日サイン会そう全部はお話はできないんですけどなんか振り付けのことだったりとか そうここのシーンはこういう意図ですとかそうまずはこのたんのね誕生日が明日なんですけれどもそのタンのセンターの「ススイートシックティンスイートシックスティンっていうのがアメリカ版の16歳を祝う、まあ、成人式ではないんだけどそう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 いうアメリカのね16歳を祝うものがあってそれをこう日本で表したっていう感じになるんですけど 16歳って歌詞にもあるんだけどなんかね大人と子どもの狭間みたいな感じですごいね C メロにさ「16歳ってちょっと複雑大人は泣かないんでしょ?」を破ったたりり恋したりするのかなみたいな「誰かを思って曲を聴いたり眠れなくなるの?」みたいな感じの歌詞があるんですけど本当にその通りで。 私にととっては3年も前のことなんです16歳ってなんだけどなんかすごいさいろんな不安とかさ16歳ってあると思うのでもそれがさこう恋したりするのかな門限破ったりするのかな誰かを思って曲を聴いたりしちゃうのかななんていう16歳のね思いとそうそうあとはねコノアが自分で自分の誕生日を主催して自分で開いてるけど こう多分サムネでわーってなっているところはコノアが自分でサプライズをしている部屋なんでですね自分でコノアがそのへ教室を飾り付けして私の誕生日みたいな感じで過ごしているんだけれど本当は私たちも準備しちゃってるよみたいなドレス用意しちゃってるようこう。 スイーートシックティンっってていうやつあってみんなでドレス着てこっちもサプライズしちゃってるよみたいな感じそう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 だからコノアが最初はねあたしあの私とウカが下駄箱にいるんだけど下駄箱であのー、そう招待状をもらって教室で招待状が配られてコノアが「イエーイ!」みたいな感じでいるんだけど。 そうだからみんなでさホットケーキあのさチェキ撮ってるとことかあったじゃんチェキみんなで撮ったりとかしてるとこあそこはコノアが考えたバースデーパーティーですそうそうクラッカー鳴らしたとこねかわいいよね本当に撮影の時からめちゃ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 かわいくてコノアがでそう制服もねあのすごくかわいい制服で メンバーによっては制服の形が全然違うのユリなありがとうあコノタンが考えたっていう設定で本当にコノアが考えたわけではないんだけどコノアが主催をしてるバースデーパーティーっていう感じそうでもすごいね本当に撮影のセットもめちゃめちゃ可愛くてクラッカー結構ね声が声というか音が大きくて私もびっくりしたでも本当にね すごく楽しかった楽しかったの撮影がみんな本当にクラスメイトみたいでさそうそう制服はね私はあのそうレノンがパーカー着たりとかすごいしてるんですけど可愛い溢れてただよねそう私はネクタイもリボンもなく第2ボタンまで開けて <laughs> ベストを着て前髪もね前髪なしで髪の毛止めてもないのよ そうだからちょっとおお茶なんかおちらけてる <laughs> お茶らけてるお姉さんみたいな感じになってるんですけどそうなんかさすごいさなんか <laughs> すごいあの見た <laughs> ツイッターで藤沢り子とかり子とかで探してた時に「り子ちゃんだけホラー映画じゃなくて恋愛映画見てるでしょ」みたいなめちゃめちゃ楽しそうで。 いやあの本当にそれそれは <laughs> それはちょっとちょっと一言言いたいんですけれども違うんですよあのシーンたくさん撮ってたのに撮ってたんですね撮ってたんですけどなんか最初の方は割と私もなんかなんか,なんかキャーみたいななんかキャーみたいな感じでやってたんだけど。 なんかその後に多分最後の方に撮ったテイクでなんか私笑っちゃってなんか「はあ」みたいなどちらかというとねどちらかというと「はあ」みたいなことをしちゃって、まあ、それがちょうど使われて莉子ちゃんだけホラー映画じゃなくて恋愛映画でなんか楽しんでるみたいな感じになっちゃってるんだけどそうでも私はさ「イコノエジョイ」のチャンネルでも言ったように。 ホラ,ーホラー映画とか好きなのでなんかちょうどよかったなっていうさっきそうなんかトレンドにもさ「ニアジョイ」とか「コノアちゃん」とか「コノターンセンター」とかあってすごく嬉しかったさっき一瞬ね「藤沢理工」って載ってたんだよね山田ももかも載ってるハ載 <laughs> ってる載ってる そう、みんな好きなパートありますかたっちゃんありがとう田中さんもありがとうパラちゃんありがとう諸行無償さんひろみっちプールもよありがとう辻まりありがとうマナーさんありがとうアリさんもありがとうそれホラー映画の予定なんですよそうこのタン,タンセンターっていうこんばんは。 そう最後のさラスサビあるじゃない「主役は私で主催者も私です今日は一生に一度の幸せすぎスペシャルで」ってこうドレスになってる時の「ワンツースリーで弾けて」がクラッカーな弾けて。でこうこうやってパーンってなってるんですよ。弾けて。 っていうところあそこ私すごい好きでうわってんかみんながこうバーってなんのあそこめっちゃ可愛いのダンスも可愛いよね痛いそうだから前回が超孤独ライオンですごいそのロックでかっこいいニアジョイみたいな感じだったんだけど 今回はね今回は何て言うんだろう可愛くてみんなでわちゃわちゃしてて制服でみたいな制服まだいけてますかでもまあ一応は19歳なの田中さんくまありがとうありがとうそう明日サイン会だから楽しみにしてます12時から14時です第1部です ぜひお時間あるよって方は見てくださいねそう明日はみこちゃんが学校の教室で座るとするなら前後と左右どのメンバーがいいえー、でも私は一番後ろの角っこがいいタイプなので後ろと左はいないかな前と右だけえーとどのメンバーでも楽しいよ でも私は学校の教室にいるとよく寝,寝てるので <laughs> みんなみんな誰でもいいな話しかけてくれる子がいいな「お肉さんありがとう」「グロ皮」<laughs>「ありがとうお肉さん」見てくれました振り幅嬉しいリア対するそうショールームです そそうそうでもそう今回はね廊下側に座ってたのあの廊下側に座ってるっていうのもすごくちゃんと意味があグロワじゃないの <laughs> グロワやばいすいませんごめんなさいグー皮だってグロ皮に見えてグロいぐらい可愛いのかなっていうあグーの根も出ないぐらい可愛いか意味は一緒ごめんお肉さんグロワって言っちゃったいやそう えぐいかわい可愛いみたいな意味かと思ってありがとう初見ですマイニーさんありがとうリコちゃんで学校でどんな騒がないです私は学校では静か体力消耗しちゃうので静かに言いましたよどんどんハマっちゃう,うですハマってねマ野さん全然ハマってハマって MV に教室のシーンあ,あったけどその時は そのの時は廊下の端っこですあ何ならまでで一番後ろの廊下にいたあれはあのー、先に下駄箱でリコとユウカが誰よりも先にコノアが招待状を配っているのに気づいちゃったんですよリコとユウカだけねそう気づいちゃったからリコとユウカは一番後ろの廊下側にいるんだけどコノアが「またみんなに配ってるよ招待状」みたいな。 先にリコとユカだけが気づくっていうシーンですねあれはそうだから一番端っこにいてコノアが入ってくるのが分かるようになってるレンリありがとう本名うん分かったトミーさんねありがとうごめんお肉さんグーかあの MV の中のリコちゃんのキャラ設定なんだろうパーティーに結構参加しがちな子みたいな。 イメージ <laughs> 分かんない <laughs> 分かんない <laughs> でもなんかすごい楽しかったから結構素で笑ってましたね「羽高さんありがとう青菜ため様ありがとう」そう右の後ろてねえさん <laughs> 勾配までダッシュはしてたかも。 タン,ティーンタ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 ン,タンってなった瞬間っていう感じでした証食券買って <laughs> そう MV かわいすぎてありがとう合間だラブリーあ美みとの今回もであやりましたあいみと 1>, 1秒一秒ぐらいだけあのこう肩組んでお互いがこう飲み合いさせてるっていうやつがあったからぜひ見てみてお話書くけどどういう話題が好きか知りたいです私何でも好きだよなんだろうでも映画とか好きだしどんな話題でも好きですよそう招待状配るのマジで本当にめちゃめちゃ可愛いですよね振り全部意味があってすごいかわいいの。 写ってないところもさ振り付けすごいかわいいからいつかあのー、直接お見せできる時があったらぜひぜひ見てくださいあっ美月見てくれてるの嬉しいわありがとうそうチェキいいよねリアルお話し会いきます待ってるカイポもありがとう のののありがとうそうスカートも全員違うしリボンも違うしワイシャツも違うし礼はするね礼 <laughs> はするけど私は誰よりも先にご飯を食べたいという気持ちがあったなぜなら私はお腹すごいつくからさ「はじめまして」の時って何話せばいいかな「自己紹介」「好きなもの」とか「どうして来てくれたんですか?」って多分私が絶対に聞くので「はじめまして」だと <laughs>。 そうそうそうあとそうこれがさこの間さあのなんだっけこの間のやった時にさあのさあれよあれ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  YouTube イコノイジョイチャンネルで出たあのニワジョイの泥系の YouTube をさぜひ見てねって言って。 あのショールーム終わったたんんですけど見てくれましたか皆さんあの時はさ私も見てなかったからさ終わった後さそう家族で見たんだけど面白かった何回見ても面白かったね初見です郁美さんありがとうありがとうお話し会とかいつか行きたいなって思ってます待ってます何なら今ちょうど受付してますよあの対面の話し会はもうあの そうそう完売したみたいですごくありがたいことにでもオンラインのお話し会はありますしイコラムさんの方のお話し会は対面がまだあると思うので五分なんですけどそれはまた告知がしますね受付始まったらドレスの色は自分たちで決めたんではなくてあのー、おされカンパニーさんに決めていただきました多分印象かなドレスの形もみんな違うから この子にはこういう色が似合うとかこれが似合うとかって多分決めていただいて私はシンプルな青の綺麗なドレスなんですけどあれ後ろ,が全後ろが腰のとこが大きなリボンがついててそう後ろ姿もあるから今度のせるねユウヤありがとうめっちゃ可愛いありがとうユウヤツイート見たよどろけ見たありがとう昨日の配信で気になるってなって今リコちゃん気になってます ガリリさんありがとうね見たそう対面外れてもうたオンライン待ってるよりゅうとさんありがとうね本当に私だから言ったじゃないですかいる意味あるっていうぐらい全然活躍はしてないんですよドロケただ全然本当どうでもいいところでイエーイとかだけしてるっていう漏れるとか言ってあん <laughs> あとしたっけなと思ったんだけど、盛れるとかこんばんは。ありがとう。対面も嬉しい。ありがとうね。あ、おめっちゃ似合ってた。ありがとう。嘘後ろもね。すごく綺麗なんだよ。みんな可愛かったけど。制服可愛いよね。そうなんか？いっぱい写真撮ったから今日は載せてない。写真もこれからたくさん載せるね。 ねえ明日サイン会であさって菩なんですよ盛れる角度いやあれは一瞬光がついてびっくりしちゃった私も外れてしまって涙でも絶対会えるから大丈夫追加分ってことは会えるのかな一回嬉しい追加してくれてありがとうオンラインでたくさん話そうねそう美月と青のドレス一緒で美月はノースリーブだったんだけど オンンライン申し込むかもやったこれから始めまして遅すぎるわけないじゃない遅いなんてことはないよずっとないよ嬉しい待ってるオンラインみやさん待ってるよ全然あの本当に何の心配とかそんな遅いとか全くないから私はいつでも待ってるありがとう緊張してきたなんで <laughs> あみつきとは写真撮りましたあの青いドレスで リコちゃんに惚れとおぼしたタイミングもえっ嬉しい月さんありがとう楽しみだねもうすぐ会えますねそう撮影があの極寒だったのでギリギリまであのベンチコートみたいなのを着てヒーターを置いていただいたのでそこでみんなでカイロを持って狙 <laughs> って,なって撮影の時ね <laughs>「寒い <laughs> !」ってなってたけど なんかそれがすすごい楽しかったですよ私はそう結構ね結構真冬だったんだけどリカ・リリありがとうかわいいよね緑のセーターでさあのー、そうそうワクワク楽しみにしててねそうね本当に対面嬉しいよ私もそう新しいグッズライオンの 生写真ととパーカーカあとあくきかな仁王立ちしている私のライオンのあくきをぜひゲットしてくださいね仁王立ちしてるんで <laughs> あの肩パッドがすごいなんか手も何もせずに仁王立ちしてるあくきめちゃめちゃ私あれでも欲しいなお気に入りなのでそう鬼の仁王立ちしてますので寒かったのそう結構なんか 今よりは多分気温は低くなかったんだけどやっぱりこう学校っていうのがちょっと寒くてそうそれで、まあ、ノースリーブだしねやっぱちょっと寒いなっていう,そう,そう,そうでもなんか楽しかった寒い中ドレス着る機会ないからさ「上位感出てたやだやだやだ」前髪かなでもなこの間の配信で前髪あったんだけどそ,そしたらそうでもないでしょ あるのとないのだとさ全然違うのよ緑の世帯売り切れだったの人気なんだよじゃああれあれ人気だから切れてよかったニオダチアクスタゲットしてくださいアクキーって何アク <laughs> キーじゃないよねアクスタゲットしてくださいニオダチ好きですかイケメンあれが <laughs> あれちょっと恥ずかしいぐらいにニオダチなのであそう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  あのそう缶バッジもあるそうなのよすごいさ幸せだったよね私ってさ私ってさツイートしてあしてるのねしてるしてるあのあれできてるかなと思ってあれしたっけと思ってなんだっけ ショールールムのやってますよーってやつ <laughs> やってますよってやつやったっけと思ったらやってましたねあれ私うこのさタブレットさおかしいんですけどなんか私の最新のツイートあ全然なんでもなかった全然なんでもなかった5日前のさいツイートが最新になってたからあれと思って。 ペロンチーノさんありがとう田中さんもありがとうごめんお腹鳴ったかわいくなります絶対かわいいでしょ通知飛んできたおおありがとうごめんなさい本当にあのそうすごいさ <laughs> すごい急にやっちゃってなんかさツイッターのねこのスクロールの音がさ すごいよね音大きいよねマナーモードの結局さみんなからさ「タブレットのマナーモードってないんですか?」って言ったらさあの「お休みモードありますよ」って教えてくれたじゃないですかでも全然マナーモードにならなくて音すごいのタブレットってマナーモードないのかなやっぱり調べたんだけどさすごいたまにさ電話かっていうぐらい音が大きくなっちゃって夜中とかに。 どうやってやるのかか全然わらないんで,すよでもすごい活用してますそうそうでも寝るときにね音がねすごい鳴るの。かわいいありがとう。こんばんはリコちゃんこんばんは MV 見てよ嬉しいよ MV 私多分寝るまでに何回も何回も。 何何回も何回もも見る多分みんなも何回も何回も見るでしょこの後も私も何回も何回も見るのよはやちゃん頑張って大会すごいね弓道私もちょっとだけ弓道触ったことがあるよ <laughs> 2回ぐらいだけやったことあるよ2回 <laughs> すごいね頑張ってねかっこいいよ弓道できるなんてかっこいい応援してるよ 頑張ってとりあえず5回ぐらい見ましょうリアルな感じで「こんばんは」今日寝れないかもなんかよく見るといろいろなことに気づけるあのー、気づける MV になってると思うんですよみんなねそれぞれ見るとだからぜひぜひ私もイントロもめちゃめちゃ踊ってますので。 イントロ踊ってんのよえー、嬉しいとりあえず見てきたありがとう袴姿えー来たい来たいあ宮道でね宮道の袴はね1回しか来てこない <laughs> あの普通の格好で1回やったことあるのと袴をなんかあの体型みたいな感じで1回来たことがある苦しかった胃が苦しかった MV 少しさせるから見切るの時間かかる分かる弓道姿、えー、できないんですよだからちょっと,あのちょっとやっこんにゃったったっけイントロダンスすごいよ「ヘイヘイ集合してヘイヘイ秘密のダッシュヘイヘイみんなでせーのおめでとうイエーイっていうここ見てほしいってポイント 1> 1つだけいえ私の私だけを見てもらえるならいやちょっと待ってそれはい,いやリコの一つだけは難しいけど私だけ私が写っているところだったらやっぱり最初の「下駄箱のポカーン」 ポカーンってした顔、なんか。みたいな感じのやつは。そう、このは何してんのっていう真顔みたいなポカーンみたいな顔でお願いしますって言われて。ポカーンってしてる <laughs>。歌割りのところ。優香と、邪魔しつに、お茶はしちゃうのです <laughs>。まあ、優香と二人で。やってますし。 明日日にななればいつも通りの毎日なんかあそこは一気に曲の,あの曲調がねなんか「誕生日も明日になればいつもの毎日なんだけど」みたいな感じでちょっとしんみりした感じだからあのちょっとそんな感じでっていうのがあったのでちょっとこうなんか「明日になれば終わっちゃうんだな」みたいな感じでやってる。あと「するのかな?」C メロのね すするるのかなまあ一周映ってるんですけど <laughs> するのかなですね <laughs> 全然一つじゃないんだけど <laughs> でもやっぱみんなでわちゃわちゃしているところ最後のドレス姿のところとかあともうみんなでとりあえず遊んでいるところこの。 なんかそこはとかなんかもう一つに限らず全部見てほしい <laughs> ごめんね全然えー、お誕生日なのお祝いさせてモーさんありがとうそうクラッカーまースリではじけてえごめんそこで委員会だよねえでもなんかねそこで優香とのあの撮影が そそのその MV 撮影の中の一番最初だったのあのげた箱が本当に一番最初の朝だったんだけどだから私と優かで最初に2人で始まったんだけどそう本当に最初の撮影だったから楽しかったんだよトレンドにいた嬉しいでもなんかさっき全然ショールも始める前に藤沢里子っていうのがトレンドにあったからねあ本当。 なんかスクショした <laughs> スクショした好花ちゃんセンターめちゃめちゃ聞いた時「おめでとう16歳って本当に素敵!」みたいな「マジ絶対これの間似合うよ」ってなってみんなが「もうコノアだよこれ」ってなってそうそう「シーメロ好き」そうだんだん音程が上がるからそこの歌割りだって決まった時に「 高いやばい音程高いって思ったんだけどなんか今じゃそこがすごい好きなんだよねそうドレス似合ってたありがとうこんばんはさらに好きになったありがとうね そうこのアリスは16歳ですから、まあ、私もこの間ね19歳になったばっかりなんですけれどもなんか16歳って本当素敵なんだなってツイートしてきたコノアのさ動きがさ全て可愛くてそう今は何なら見返してるんだけど全員美女やばいというなんかさ あの私制服コスプレになりますよもうそうコノアの招待状をもらってみんなで廊下で歩いてくるところでなんかあ「ああそこだ!」みたいな感じでそう歩いてるんですけどそこのシーンとかも本当にみんなで「あれじゃない?」みたいな言って入ったらコノアが「わーみたいな感じで「ようこそ!」みたいな感じだったのね本当にそれが 本当にね、可愛くて。遊びに来た、ありがとう。そう、今ね、ちょうど見てんのよ。これもね、振りが。十六歳。っていう振りなのよ。こうやって。すごいよね。みんなでパンケーキとか作ってさ。チェキも取ってさ。 ジェンがして楽しかったエンジョイしようそうあいみとのストローの飲み合いっ子がマジで本当に初めて見た時好きでスクショしてあいみに送ったそしたらやばい最高ジェンがめっちゃ楽しかったよ可愛いよねワンツースリー 1>, 1分28秒の莉子ちゃんの笑顔かわいい YouTube のコメントみたいなこと言うじゃんそんな気になって見ちゃうんだからああ <laughs> 嬉しい見てくれてるのねするのかなそうみんななるほどだよね本当にさ 本当になんかべてに意味があってグビーさんありがとうありがとうなんかみんなのドレス姿を見たときにめちゃめちゃ可愛くて可愛い主役は私でのところあのー、みんなでさこのは囲んでるんだけどこんばんは あの「主役は私で」ってやってコナーが真ん中でもうこうやって揺れてる時にこうやって「主催者もあもう」じゃない <laughs> 主催者違う,違う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 そう合ってるよ「主催者も私です」ってこうやってやってるんだけど私優香レノンが「こう主催者も私」でコナーがねろうそくを消してるの。 あそこってケーキをみんなで表してるからみんながこうろうそくみたいな感じでやってるんだけど私とうかとレノンがこう火が消されるのね。で,でそうこう「リコ」「レノン」「優香」ってこの歯が消すんだけど。 こ,こもねすごくねなんかこうろうそくを消していく感じがちゃんとダンスで現れててめちゃめちゃ好きなのよそうだからそこも見てみてこんばんはそう素敵でしょそうよく見るとねこうやって消してる2分36秒。 2分36秒リコちゃんかわいいあすスールのかなじゃない <laughs> すごいところで食べちゃったスールのかなこの時は少し前髪が長すぎたのを切りたてだったのでちょっと短いんですよ足つった大丈夫 伸ばしな第はじめまして緑ベストめっちゃいいよねひろみっちゃんありがとう三 3>, 3億年前から好きありがとう嬉しいわお持ち帰ったら見て見て見て俺のりこ俺のりこ そそうそうこうやって見るとねいっぱいあるのよいやこれから「孤独ライオン」見たらもうえー、私がえー、でもめちゃめちゃ楽しかった私もあのチェキ欲しいんですよでもちょっとあのねもらえるかわからないしまだ残ってるかわからないんですけれども見て見て 明日サイン会だよ見てみてね本当にあのこれからもたくさんさ写真をさ載っけていきたいしまだ載っけてない写真もたくさんあるからいっぱい載せるねでもちょっと待ってねちょっと待っててねいや私もチェキーさ欲しいんだよはじめましてこんばんは YouTube のコメントも見たよ書いてくれてありがとうすーちゃんありがとう明日早いので届くのあありがとう待っててね届くのいや本当にあのー、こうやってデビュー前にもデビュー前なのに4曲も。 をいただけてこうしてねかわいい衣装とかわいいセットでたくさんの方に支えていただけて本当に嬉しい限りです皆さんにもたくさん愛していただけてこれもねなんかまたこうライブとかでできる時がねこれからあったら本当に本当にみんなにたくさん振りとか真似してもらえたら嬉しいなこれとかさこれとかさ こういうのとかもねできるかな。あとはこういうのとかももしかしたらちょっと後ろの方が見えなくならないぐらいだったらこういうのとかそう結構覚えやすい振りになってるのでぜひレッスン。えでもね本当にエに MV だけでもね覚えられるぐらいね結構みんなでやりやすい。ねえ覚えるありがとう。 いつか不して眠らせますありがとうねー嬉しいよ好き。好き。素敵な名前だねかめしたすぎるあすー,ーちゃんとってほしいスイートシックステーンって略すんならどうなる確かにニアジョイの1曲目はマニアジョイ2曲目フラジールって略すもんね3曲目三曲目ライオン全部カタカナしか言ってないね スイートスイートかな、ね、そうだよね多分スイートになるアリさんありがとう可愛い,いだってありがとうアリさんツイッター見たよ体調が一番だからねブラジルのブラジルのフラジルってことだ そうなのすごくまねやっぱやっぱそうだよねティーンやっぱスイードなのしずきっていうの素敵じゃん覚えるねありがとうすしくあ一16だってなんかいいねスンやばいスンスンスンちょっとあれかも。 すん悲しいかも寿司寿司食うあ意図してじゃないんだねブラジルいやでも通じあのうん大丈夫分かったよ一瞬ギャグなのかと思うんだけどスイートやんスイートクーヒーさんありがとう水六一六んか一六とかいいけどね楽しみにあ ありがとうツイッターもみんなのいや本当今日聞いてほしいんですけどその公開プレミア公開の前にさえこれ本当に聞いてほしいの本当に聞いてほしいんですけどランサさんありがとうあのなんだっけ何話そうとしたか忘れちゃったよ <laughs> 何話そうとしたか忘れちゃったなんだっけ あそうそうそう,そうあのさあ9時に YouTube に集合ですよみたいな感じのツイートをしてちょっと外にいたのでそうそうそうでね普通に今日はちょっと予定があったので電車で向かってたんですねその予定の場所にそしたら、まあ、完全にね電車をね乗り間違えたの,あの普通に反対方向に行ってることを忘れてて リコ、うん、ありがとう僕もありがとう。ありがとう。そう電車を間違えたんですねで本来だったらあの乗り間違えなければ3駅で着くところを反対方向に乗ったままみんなのリプを見てたら。 みんなのね、リプをねたくさん見てて楽しみにしてるよってきてあ嬉しいなーみたいな早く9時になんないかなーなんて思ってたら5駅ぐらい過ぎててなんか長いな今日とか思ってたら、まあ、完全に乗り間違えててやばいと思って急いで降りたらちょうど反対側の電車が来たからね急いで戻ったの。で、ままあ、予定が終わりました。でまあ7時8時ぐらいに帰ってきてたんですよ。 俺らの成果じゃないよリップくれてありがとうでもねでもね見てたのずっとみんなのリップを見てたりこう藤沢でね「ねやめてやめてごめんね」じゃなくてそうあっ弱いと思ってだからみんなのあのそうだから例えば「ニアジョイ」でエゴさしたりとか藤沢莉子でエゴさしたりとか「リコちゃん」とかでエゴさしてたり「えっ何で謝んのリップしてよリップくれると嬉しいんだから。 ねねしてねこれからもそうで帰りですよ7時8時ぐらいに帰ってきてたのねでもうああと12時間じゃあみたいな感じででちょっとそれからもさツイッターを見てたわけねでこうメンバーもさみんなこうし「申し訳ない」とか言わないで <laughs> みんな絶対それあれでしょのみんな乗って謝ってるでしょそうそしたらあの 今度はリブじゃなくて単純にエゴサをして「あのあお話し会当たったよ」とかいうのをたくさん見てたらあのー、乗り間違えなければ2駅で着くはずだったんだけど反対に乗って7駅分ぐらい進んでまして「えー、なんで今日この長いんだろう」とか思ったら <laughs> また反対の電車乗っててなんか。 今日やばいと思って。迷惑じゃないよ迷惑なわけないじゃん、リプが。ねえ、ごめん、ほんとごめんね。もっとしてほしい、リプは。リプも、エゴサも、あ、間違えた。リプ、エゴサじゃない。リプも、ハッシュタグも、全部、もっとして。もっとして、全部見てるんだから、皆さんの。寝てんのに過ごしたことはないんだけど、 なんかねなんか全部間違えちゃうんだよね今日逆「今降りる駅だよ」って来たらもうえ「どこで見てんの?」ってなる「どこにいんの?」ってなるから逆にねびっくりするけど逆に走る電車が悪い <laughs> 優しいね <laughs> 優しいねそうなんかめちゃめちゃ間違えちゃってびっくりしちゃった。 そんんなな間違えることないんだけど普通に多分明日から何,何人かが電車間違えてないっていうのが来るということを予想しますけれども今日めっちゃ間違えちゃってまああ,のあいにくね何かに遅れるとかお仕事に遅れるとかそんな時間ではなかったので大丈夫だったんだけどちょっとね そそうそう,そう結構集中してたのよ見るのにでしかも椅子に座っちゃってて立ってたらさ気づくんだけどそうそう座っちゃってたからもうゆっ,ゆっくりしちゃってたのよあったかくてで私今日ダウン着てたからもうこ,うこんなんダウンにこんな埋まってこんなこんなやってたら完全にあれって思って今日長くないってなったそうそう 逆に走る電車が悪いは優しいよね優しいけど最近よくエゴサスするんだけど検索しても出てこないことあるの何なんだろうえー出てこないのなんでだろう「#」ハッシュタグってつけると出てくるかな私もたまに「藤沢里子」だと出てこないけど「ハッシュタグ藤沢里子」ってやると出てくるえ本当に今日はダウンに埋もれてた一生埋もれてた 急に踊りだすんだよね私いやー本当にね本当にね <laughs> ちょっと MV めちゃめちゃいいんですよねめちゃめちゃ良くてなんかずっと見てられるずっと見てられちゃうの私これなんかその楽しかった楽しかったそのなんて言うんだろう その撮影をすごく思い出してわあこれ楽しかったなーこの撮影もすごい楽しかったなーここ撮ってる時こんな会話したなーとかなんかいろいろ思いながら嬉しいコメントもみんな可愛いって言ってくれて。 あそういえばね私さ今日さあの何だっけ今日なんかステッカー屋さんみたいなのがちょっとあってそう歩いてたらねステッカー屋さんみたいなのがあってそうそこでいろんなステッカー買ったんだけど今日はついにツイッティのねステッカーを買いまして。 携帯の裏に仲前にさせましたいろんなステッカー買ったんだけどまあちょっとお兄ちゃんにもねあげようと思ってお兄ちゃんにはお兄ちゃんが好きそうなのをあげたりまああげてないのもあるんですけど <laughs> そうでも携帯の裏にはもう結構埋まってるんですよもうあの起きる場所がなくてだから今は。 だけ携帯の裏に入れてます今ねもういっぱい飲むよ携帯の裏がそう矢沢愛店のステッカーにサンリオマイメロマイメロとかのステッカーにベノムのステッカーにトゥイティもう色ぐちゃぐちゃなタブレットには何もやってないけど そうお兄ちゃんとかがさステッカーを集めてるからタブレットニアョイの私のカチューシャより黄色いですからねそう多分レンリのレンリのあれよりは <laughs> レンリのあれより多分私黄色いのよ守りたいこの笑顔だってリコありがとう私が守ってあげるよ全部あいっ子 ツイコピありがとう。ティーのスマホケースつけてんのかわいいリコちゃん妹ですめちゃめちゃ妹そう長女であり末っ子です思ったより黄色いっぱいねえ見た見たえこれも思ったより黄色でしょそうなんだ、ね 反射するからら見せられないけどこんな感じこっちは透明なんだけどあの iPad 自体が真っ黄色なので <laughs> そう全部黄色なのめちゃくちゃ妹こんばんはみたいな感じかな今日は遅いからもうちょっとで終わろうかなね十11時だからみんなにちょっと MV 公開したから。 お話ししたいなっていうのと、そう新世代の新しい iPad はね黄色が出たんですよ可愛い,いよ。なんかちょっとお話できたらなと思って、朝ルーム始めたんですけど、もうちょっとみんなが MV をたくさん見てからね何日か明日はそう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 、参議会だから。 あ16分に始めてる私じゃあまだまだ1時間やろうかなじゃあ,あと10分ぐらいだけやろうかな楽しみに頑張るしずき頑張ろうね一緒に明日も仕事頑張れる私も頑張るでも私はみんなみんなに明日お名前たくさん書けるから楽しみだよ MV の話ああたくさん待ってるねお仕事ああそうなんだサイン会楽しみにしててね12時から明日のサイン会なんかこのスイートシックスティンがさあのー、スイートシックスティンが制服の学生ものなので明日 制服着ようかなって思ったりしてますそうして制服着ようかなと思ってどう思う <laughs> どう思うやばいどう思うやばいんですけどって思ってるんだって思ってるんだっていう話 何だっつ何だっつ大会見るおおほんに何だとやばう <laughs> 来てください「来ます」とは言ってないですよ。来ようかな ?95% の可能性できるんですけどセン5%ねちょっとまだ分からない。 ありがとういいねもし時間あったら見てね制服りこちゃんそう着てねうんみんなが着てほしいって思ってくれたら着ようかなって思ってます最善ど真ん中だったんだけどりこちゃんの間にああ最善ど真ん中覚えてる ありがとう、嬉しい。やっほー。嬉しい、見てくれてありがとうね、楽しんでもらえたかな。一軍女じゃないですよ <laughs>。え。違う <laughs> のなにこちゃんですか。あ、しゃっくり。サイン会配信、あ、ありがとう。告知するね、たくさん。でも。 対面はまだ五分が会える可能性があるのりこちゃんのバリどっぷり嬉しい特別公演で好きになってくれてる方がたくさんいるありがとうね明日名前感じ o k o k ケー。みんながもしかしたら名前が違うんだね明日初サイン会いきます嬉しい春菜奈ありがとう五分ね五分のさ 五分の次っていつでしたっけな。二十五。二十。二十五かな。多分。二十五日とかだった気がするんですけど。五分の。対面のお話し会の五分。そう。二十五だね。二十五です。 25日に五分の対面が始まるからそしたら告知するねでもまだ20だねまあも,もう21か21になるけどもっと早く嬉しいよ全然まだまだ遅くなんてないのよもうすでに出会ってくれてありがとうなしさにゃんなのねオッケーさっき里とにゃんがツイートで暴れてるというのを見ましたよあっこれ 配信終わったら見に行っちゃおうね切り抜かれてました本当,本当に本当にまたお話がいく待ってるねということでショールームじゃなくて <laughs> ショールームじゃなくてスクショタイムしようかなショールームしてんのに一部完売ありがとう ショールームとか言ってそうなんか一応この子ドレス着てんのよかいっしょ緑のドレス着てんのあっあっあっこの子もスイートシュックステーンだからピチピチって言わないでかわいそうでしょはいチーズ シャークも十六歳。あ、十六いいよ。 見える。お姉ちではないね。あ。うん、インクだって、ああ、あまりね。本当にこれギャルピーっていう設定なの。本当にこう振り付けの時に。 ここギャルピレーっていう感じなのよ本家って <laughs> でもさ私さちょっと全然関係ないんですけどドアップあのさフラジールをさなんかノリで歌った時にさ「君がまぶしすぎるイェイ!」って言ったじゃん。 でその時にさみんなにさ「イェイかわいい」みたいな「イェイなんてないのにイェイかわいい」みたいな感じでコメントが来た時に「スイートシックスティーンの曲があって <laughs> ウィンクだって大盛りで「イェイが」が頭の中に離れなくて「君が満腹しすぎるイェイ」とか言っちゃって。 でショールームででもさまあまあ、まあ、イエイっていうねあのでも入るんだけどそ混ざってで、ね、イエイ可愛いみたいになったんだけどそ大うそうそう森ねイエイの方のイエイだったんですねあれは。 スポじゃないのよスポじゃないの完全に混ざ混ざってたのよあえて言ったわけじゃなくて混ざってたやいそうそうそういえば今回もあの曲のねハモリをやったんですけどいろんなガヤがあるんですよあの。 おめでとうおーとかいうガヤが本当は音源にはいっぱいあってなんかイェーイみたいな <laughs> みたいなパーティーっぽいガヤとかをやったりとか本当にあの今までのハモリわかなグランプリこれナンバーワンの曲なんですけど歴代の4曲歴代の4曲の中で一番難しかったです。 スイートシックスティーンのハモリがもう全然覚えてないんですけどガヤはねみんなやってるガヤはみんなやったんだけどハモリをねやったんだけどガヤは多分みんなのがあると思うんだよねなんか「おめでとう!」とか言うのが多分みんなのがあると思うでもハモリは難しかったですねなんか最後の 私が好きなのはコノアが「ありがとう」っていうガヤが入ってるんだけどそれは本当の音源完成するまで知らなくて私もその「おめでとう」じゃなくて <laughs> 違う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  <laughs>「ありがとう」みたいなのが入ってたのを知ったから初めて「えー!」ってかわいいそんなの入ってたんだって思って全然そう分かんなかった MV 撮るまで。 急に真顔になっちゃうっていうあはじけた顔世界一ありがとうすごいなんかさっきから引っ張られてるっていう感じでスクショタイムは OK っていう感じで もうすぐショールーム終わりたいと思いますということでランキングをお読みしますソラの魚さんありがとうランキングを読むね行きます十三位マンゴースチンさんありがとうございます 12位長さんありがとうございます11位プルありがとうございます10位パラちゃんありがとうございます9位もありがとうございます8位羽高さんありがとうございます7位お肉さんありがとうございます6位優也ありがとうございます5位スイートシックスタ <laughs> たっちゃんだね。たっちゃん、ありがとう。ありがとうございます。よいひろみっち。ありがとうございます。さ位りこ、ありがとうございます。に、だ、ごく忘れ、田中さん。田中さん、ありがとう。そして、一、ありさん。ありさん、ありがとう。見てくれて、ありがとうね、本当に。 皆さん本当にありがとうございますたくさんたくさんスイートックスティーンを見てこの後もうすぐコノアがね本当の誕生日をあと40分後に迎えますけれどもみんなたくさん好きなところを教えてくださいね見れば見るほどいろんなところがかわいいが詰まっている MV になってるしそうそう。 前回の曲とはこうガラッと変わったね曲になってますし MV にもなってるのでみんなのこうワケワケが可愛いのでたくさん見てくださいなんかここ好きだよとかあったらたくさん送ってくださいね既に送ってくれてる方もツイートしてくれてる方もありがとう引き続きたくさん送ってねこれからもあのさっきもね MV のオフショットをねツイートしたんだけどこれからもたくさんあの写真いっぱいある早く載せたいって思ってるのがあるからそうたくさん載せるね楽しい嬉しいありがとううんサークルで送ってありがとうみんなありがとう「Sweet16」たくさんたくさん聴いてね明日のサイン会あの楽しみにしてますありがとうみんな あない,ないバイバーイ。